ケート連盟の、ワールドカップ収益や、浅田真央ちゃん、高橋、羽生選手らの、CM、上前跳ね、収益は、相当な金額になるそうですが、平昌五輪の協力資金として、韓国に助成されるようです。スケート連盟のメインスポンサーはロッテであり、会長は韓国からの帰化人です。文科省に行政指導を求める抗議を。に、抗議しないとな。3、ふざけるなよゴルア。5、ロッテか、わら、ここって、本社が韓国にあるんだよね。7、なんで協力しないといけないの？1回、選手全員でボイコットしちゃえよ。8、わらた、オリンピックで、真央ちゃんに十分な練習をさせなかった、スケート連盟が？18、やはり、あれはスケート連盟、ロッテの陰謀だったんだろうな。あのおとなしい真央ちゃんが、文句言ってんだから、本当にひどいリンクだったんだろう。9、文科省に、上記のような話が出てるか、実際はどうなのか確認、事実なら断行反対の抗議だな。20、ロッテ、韓国、が、真央ちゃんを CM に使い始めたあたりから、嫌な予感がしてたわ。こいつらの、反日の粘着さは、日本人の理解を超える、そして、それに気がつかない日本人。23、とりあえず、韓国があんなに反日なんだから、何かを入れてる可能性はあるよな。ロッテは、韓国では親日罪に問われてないし、そういうこと、何も思わないで、買う方がどうかしてると思うけど。26、これ、通ったら、日本人の選手の報酬は、ゼロ近くできるんじゃないか？27、はぁ？選手の強化に使えや。ないわ。28、昔から思うけど、スケレンと、サッカー協会は、ほんと韓国好きで甘いよな。両方とも共通するのは、国内の日本人にはものすげえ厳しい、内弁慶体質。29、こうやって、日本のいろんなものが、あの人たちに乗っ取られてるのか。32、連盟の存在は必要ないだろ。33、何の権利があって、他人の利益を侵害できるの？浅田が弁護士立てたら勝つんじゃね？36、スケート連盟が腐ってるって、マジなんだな。韓国人を日本から追い出せよ。37、つうか、韓国に流れる金があるんだろ。止めないとな。38、ああ、やっぱり、敵は身内にあったんだな。39、スケレンって文科省の下部組織だろ。税金も入ってるはずなのに、連盟の独断でこんなことできるのか？40、で、寄付した金で反日工作か、害悪すぎるだろ、在日。